今、まあ、主婦の人とかパート舞台で代筆をやってる。そうですね、あの60、まあ、段階世代の皆様をお願いして、うん、やっぱり一番パワフルなのはあるんですけど、うん、字が綺麗です。あ、圧倒的に筆ペン筆ペン、はい、で、中には時折どうしてもわしの字で出したいんじゃという社長さんがいらっしゃいます。自分で、うん、でも書く暇がないんじゃと、うん、で方がいらっしゃいまして、こちらで字を、まあ、あるソフトでやらさせてもらって、うん、最近は自動編集ソフトがあるんですけど、うん、あれは使うととんつもない変な字になっちゃうので、うん、書いた字をそのまま、うん、上場してしまう、うん、でその人の字が 100% から出てくるんですよ、うん、っていうのがあるんですよ、うん、それをあえて使わさせていただくことになります、うん、ただ、まあ、それはしませんね。基本的には手書き中心で、うん、もらったお客様が喜んでもらえる形を作ってあげる、特に定期ハガキの方を含めて、うん、で、何でしょう、先ほどあの捨てられないハガキ、捨てられない地ですって思うんですけれど、そのもらったものを大事に持ってもらえる状態を作ろうっていう、ポイって捨てたらもうわずか何秒の世界です、うん、私もそうですけど、うん、それをもらってこれね、1本から60秒なんですけど、これが飾ってくれたら桁違いな字、うん、でも飾るって言ってもいっぱい並べるわけにはいきませんので、うん、せいぜい何通なんです、うん、だから次それをどうするかっていう発想に今あってるところですね。一番上手なのは実験できるのが卓上カレンダーでしたね、うん、壁掛けカレンダーはやっぱ邪魔になるんですよ、うん、卓上カレンダーは自分の机の上、自分の机の中で置けるから、うん、それがだから1年中使っておけて、で宣言できる、多分北海道でメイクリンクさんが多分商品化されてるはずですね。あれもそっくりそのまま、パクるって言ったら真似させていただいて、もっと高く、ね、ちょっと上の高めだったので、それをもっと安くしたと思ったんですね。自分で自作しながらやって、テストを受けてると思います。圧倒的に覚えてもらう、目に入る日になるという気持ちが宣言。12回のハガキっていうのは、ちょっと質問書だったんです。これを毎月出していったら、年で1年間で12回行ってしまうんですね。そしたら面談に行って、それは分からないですよね。あれやって実験して、そうですよね。やらないと。その辺は、また業種によっても違うと思いますもんね。テストランサーというか、いただくのかなって気がします。すいません、話が長くなりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、広島の坂田同心というハガキ堂をやってる人がいるっていうのを聞いたことあるっていう人。おお、あ、意外にまだそっかな。保険の人は知ってる。元ダメ大工さんで。森晋三信蔵さんの話を聞いて、あ、ハガキを出せば人生逆転できるんだということで、ハガキを出し始めて、今年間1万5000通ぐらい出してて、郵便局から毎年表彰されてる。日本一書く人。表彰があるんですか？郵便局からそんな表彰があるんですか？正式じゃないと思うんですけどね、なんかの時に、うん、まあ統計もないとは思いますけどね、いう人がいて、でその人は今年間300回ハガキを出せば成功するという講演会、うん、坂田同心さんね。あの人の家に郵便番号があります、ね、うん、家にね、あその人のとこです、ね、年賀状は12月の31日からこうそこの家に来る、うん、とんでもない数の年賀状が来る、12月の30日からそこの坂田さんのところにも年賀状、うん、でその坂田さんは元ダメ大工だったんですけども、その人が聞いた話が聞いた、まあ、その師匠が森晋三信蔵っていう、教育者、もう20年前に亡くなってるんですけどね、学校の教師だった人なんですけど、その森晋三さんが、うん、まあ、生徒とか周りの人に勧めていたのが、まあ、立用、腰を伸ばしなさい、履物を揃えなさい、はいと言いなさい、
まあ、早起き笑顔ありがとうみたいな、うん、そういったやつプラスなぜかハガキを出すっていうのがあったんですよ。もう一人ね、もう一つ一人新聞を出しましょうって言ってたんですよ。これって今のニュースレターのことなんですよ。一人新聞、いや自分の近況報告を定期的に、まあ、出す一人新聞みたいな、まあ、ガリ版みたいなんでいいから出しなさいと。あとはハガキですと、ハガキが大事ですと。はい、でその森晋三さんがなぜハガキを出しましょうと言ってたか、その理由何だと思います？なぜハガキを出しましょうって言ってたか、理由、送る相手のことを考えましょう。おっ、それは相手のことを、うん、心遣いしましょう。うん、まあだったりするけども、うん、うん、まあ大体そうなんですけどね。いや普通はね、ハガキを出しましょうって言ったら、いや売り上げ上がるからね、今日みたいな話ですよ、儲かるから、成功のためにはハガキですよってね、うん、だからその森晋三さんが言ってたのは、ハガキを出しましょう、なぜならばハガキたった一枚で相手を勇気づけることができる、癒すことができる、元気にすることができると、だから話を出し、あ、ハガキを出しましょうっていうふうに言ってたんですよ。要はね、そこにね、私利私欲がないんですよ。これね、あの商売人じゃなかったんでね、教育者だったっていうのもあるんだけど、それ自分が実は生徒とかにやってたんですね。何かあった時に手書きのハガキをこう出してて、というこれはまた視点がねすごくて、で結局ね、その今日の話でもメインは売り込みじゃないと、ね、そのなんていうか売りを抑えて、売りをなしのハガキを出しましょうっていうに最終的になりますよね、そのビジネス系でもね、うん、ってなことをね、その森晋三さんは言ってましたよね、うん、なるほど。中学校の先生とか、中学校の先生とかいるんです、うん、聞くとね、やっぱり卒業生にハガキを出す、そういう先生がいい先生ですよね、嬉しいですもんね、うん、でところがね、まあオチがあって、うん、その森晋三さん、学校もう辞めました、定年退職辞めて、でその後事業、出版事業とかなんか始めましてですね、で失敗しました、追い込まれて全財産なくなって、息子も商売やったけど破産か、なんかしましてね、最後は実は結構、まあなんていうかな、うん、悲しい